じゃあ、いきますよ。はい。ノブでーす。ミキティでーす。ハプシャラ PV。いやー、よーし、みんなね、頑張っていきましょう。はい、頑張ろう。元気に行こう。はい、ということで、じゃあ、撮っていきますか。はい。はい、いきます。レッツゴー。行ってみよう。うん、やったね。で、あれ普通に気持ちいいよ。そういえばさ、なんかマッサージのコンテストあるじゃん、うんうん、今度ね、うんうん、どこ、あの6月だっけ、うんうんうん、私の、元師匠出るんですよ。元師匠って誰？もともと整体習ったのって、ニケブラジル人の人に習った。ああ、なんか言ってたね。レオさんって言うんだけど、うんうん、そうそう、ああ出るんだ。そう、この人結構すごい人で、うん、あの千葉でやってね、あの、ま、言うたらちょっと田舎の方でね、うん、やってらっしゃる方ではあるんだけど、千葉なんだ。そうそう、うん、あの東京のさ、大江戸温泉みたいなのができた時に、あれでなんか50社ぐらい来たって言ったかな、最初にあのマッサージの人が入りたくて中に。お台場のやつかな。お台場かな、うん、でそれが来た時に、うん、あの最初の選考で選ばれて、そこで出店してた人なんですよ。すごいね、うん、そう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 。でまあ、であの腰のところとかもちょっとこうね、うんうん、横のねあのところもちょっと指がどんぐらい入るかっていうのやって、うんうん、でそこでストレッチをやるんだけど、こうやって足を曲げます、うんうん、もし時間帯でもちろん足とかもほぐすんだけど、うんうん、そして立てた足をこっちをまた上げます、うんうんうん、また上げます。でこっちは足を立ててます、うんうん、立ててます、うんうん、でこっちの手で太ももの真ん中あたり、これもう膝の部分持っちゃうと痛かったりするから、うん、持って、でそのまままっすぐにします。お客さんに声かけます。まっすぐにしたらこっちで内ももの、同じ足の内ももを持ったまんま自分の体をグイーッとやって、で自分が少し前に進んだから、うん、今上前腸骨曲のところにちょっと当たっちゃってるんですよ、うん、でそれは痛み大丈夫、まあ、全然、うん、で一応そのサポートで私前こっち持つようにしてる、うん、あのその骨に当たったから、ね、私結構骨骨しいんだよ体が、うん、そんでこう今太ももね、太ももとお尻の境目のところね、うん、こう押してって、でその時に持ってって押す、なるほど、持ってって押す、なるほど、痛み大丈夫ですか？あ、全然気持ちいい、うん、痛み大丈夫、うん、でこれをまあ2、3回、繰り返してこうやってほぐすんですね。まずやる方疲れない？めっちゃ楽なんですよ。楽だよ、ね、そう、めっちゃ楽、うん、でプラス今度お腹を伸ばしたいですよ、はいはいはい、腸腰伸ばしたい。そしたらこの人のお腹が伸びてるか確認して、伸びてる、はい、伸びてます。で回す、おお、見えるかな、回してるのこうやって大腰筋回されてます。で一回下ろす。下ろすときにこれポイントがあって、体を線のまっすぐの位置で下ろす。あ、なるほど、やんないとね、変な風にこっちに寄っちゃうんですよ。そんで反対側に降りる、うん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 、で何がしたいかというと、今ので全体的に前と後ろ伸ばしました。でもそれだと角度、指とか細かい関節のところに入んないんですよ、うんうんうん、でこれね、まあ、2パターンやり方あって、前も紹介したことあるんだけど、うん、これの時は足首持つ、これ持つ位置も変な位置持たない、うんうん、であの太ももの安定した、うん、あの膝じゃないところね、うん、前を持つ、でまた上げる、はい、伸ばす。でこれね、自分の柔軟性高めとかなんですけど、自分で足を持ちながら、うん、足を持ちながら、これ大事よ、何人もお客さん受けるんだったら、自分のサポートもでこのままさっきと一緒のことをやるんだけど、うん、この時に仙腸関節のところとかに親指を入れながら揺する、押しながら上後腸骨曲のところとかね、おお、なるほど、そう、本当は反対のさっきの時にちょっとできるんですよ。ちょっともう一回後でやりますね、うんうんうん、ほんであの起立筋と極突起の際のところに親指を入れながら揺すっていく、でちょっと細かいほぐし方っていうのをしていく、で起立筋のちょうど真上ですね、うん、押してるところがね、こうしてったら、あの今度は、うん、あの大臀筋のこっちの腸骨のとこの際というか、うん、もうちょっと内側だったところから、もうちょっと外側のお尻のところ、うん、大臀筋周りみたいな、ね、うん、そう、方向とかのね、ツボがあるところ、うん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 、ここに置いて揺する、うん、方向とツボがあるんだ、そこ、そうそうそう、S2、うん、S2、うん、館長とは違うんだね、館長とは違う、うん、そしてやこういうのもある。で、ただ、あ、で、もう一個、うん、もう一個ある、ローリング、これはやっぱローリングはね、この角度が一番やりやすいわけですよ。あ、なるほど、そう、うん、ローリングね、ローリングも結構このゴリゴリ感全体的に取れるじゃないですか、うん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 、
でやる。で、なんでかっていうと、うん、さっきの体勢で母趾をやろうとすると、ね、できなくないんだけど、わかる？なんかこう手をこう角度立てて返してやらなきゃいけないですよ。あ、それで結構親指の負担とかも強くて できなくない。あとこの人の体格とか詰まり方によってはまんなかったりするんですよ、これ。あ、なるほど。入ればこれだけでやってもいいんだけど、入んなかったらさっきの角度でやった方がローリングもできるし、これもローリングできるかもしれないけど、私今ってかもう伸びないけど167センチあるんですけどなんか私でこの真ん中ぐらいまでしかいけないですよ。これ確かに楽しんごさん上までいけんだよね、やると。やっぱ180超えてる人だとできるんだけど、この体格だとここまで、まあね、これでも十分だと思うけど、撮影とかでね、そうみたいなね。俺今左足やってるけどさ、右足やるとちょっと見方変わらない？あ、そうだね、やってみよう。多分ね、そんな感じする。で、まあ、曲げます。曲げます。やっぱね、体変換じゃないけど、体のこのね、変換するやり方っていうのがスムーズっていうのがすごい大事じゃないですか。これ螺旋描きながらやります。その時に、90度になるくらいまで持ってきます。はい、ね、仙腸関節のところを押さえたり、そうで大天使と股関節のところで鼠径部が伸びるイメージで押してでやっていく。そしたらもも裏をもみもみ。そうなんだよね、実は上から押してる。外側後筋とももちろんほぐれてんだけど、内側の鼠径部とか内転筋とかも緩んでくるわけですよ、この体勢がね。そんでグローブ作ってパックパックパックとパック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 見えてないな、さすがに見えないな、そっちは。やっぱり普通にの体勢じゃない時に、この際とかね、上前腸骨棘のこの後ろ側のとことかやってあげると、すごいやっぱ入り方変わるじゃないですか。変わる。ただ自分の指がそこで強いかどうか、私やっぱ多分めちゃくちゃ強いですよ。だけどそしたらね、肘でね、そうだけど、それも加減ね、加減ね、滑らないというかね、芸人みたいですね、滑らないように滑らないように頑張ってます。滑りまくりですけどね。うちらは滑りまくってます。滑るわけなんだろう、滑るのが生きがいです。本当だよね、誰か助けて。で、戻す時も置いたら自分の体勢を作って、でこっち立ててる、でこっちは膝ついてる、はい、で大体この膝の位置がこの人の大体L4ぐらいの腰骨の、ね、位置の矢こび線ぐらいのところに来て、その人の大きさによります。場合によってはちょっと下の大天使とかね、その位置ぐらいまで下がっちゃうこともある。今なんか言葉で分かんないなって、矢こび線って何？矢こび線がこの腰骨の、そう、腸骨のこの線のこと。ああ、L4 を出してるときだね。そう、彼がやこびして。で、この時に足を、さっきは見せれなかったけど、パカって開くわけですよ。立てて、パカって開いて。そう、表現。違う。お母さんに怒られるから。お母さん、お母さんごめん、パカっつって。そんで、足立てたら、上げて、なんでかっていうと、このお客さんのお膝を避けてるわけですよ、今。で、やったら持ち上げながら、こっちでも持ってますし、こっちでも持って、で自分のとこに乗せるんだけど、自分のさっき言った上前腸骨棘ってこうやって結構当たりがちになるので、少しこうやって引いてよければ、ちょっと当たりが悪くな、あ、良くなったりマシになったりする。でもしそこに骨が当たらないようにするために、少しだけ添えてあげる。添えるだけでも当たりが和らぐから。そして押して、こうグー押して、グーというストレッチね。で、さっきのできるようだったら指を立てて、こうやったりで、本当はね、指さす、ぶっ刺すじゃん、回すの、本当は。おお、これは斬新だな。斬新でしょ、斬新でしょ、斬新、斬新でしょ。カウボーイ系、カウボーイ系、これで前やったんだよ。カウボーイ系のね、カウボーイ系、カウボーイ、楽しんごちゃんのやり方だよね、カウボーイ。楽しくじゃあ、そこ膝でお尻入れて、本当に手上げて顔を見せて。そうそうそう。で、まあね、ここでローリングで決まる人もいるかも。でも、ね、で、そんで、必ずやんなきゃいけないのが、お腹の方を伸ばす。お腹ね、めっちゃ伸びてます。下っ腹が。そして、下ろすときに体の位置をちゃんとまっすぐのところに戻す。それでもね、やっぱずれちゃったりするんで。で、
やってあげる、うんうん、ほんで場合によっては、うん、結構ね、股関節のところとかまだ硬くて、うん、ここが腰痛の原因になってますよみたいな人の時で、うん、あの少し開いてあげた上で、うんうん、あの硬いとこ、そうなんだよね、腰痛の人ってこのカエル足の状態って楽なんだよね、うん、なんかあの緩むべきとこがちゃんと緩むし、うん、そうなんだよね、で内側緩むし、それこそこれもう今足を回してお尻のね、うん、臀部の股関節周りに肘を入れて回す、うん、っていうのもあり、うん、でさっきのやつを戻してやると、うん、足を立てておく、で持ち上げる、まっすぐにして、で自分の足をここからこう、まあ、どこ持ってもいいけど自分の足をね、うん、持ち上げるって結構足と